副島マックスでーす。今日はですね、レンズを試してみました。こちら、これタムロンの F2.8 の70から200ミリの望遠ズームレンズ。これこの間試しました。で、その動画も、ここで見れますけれども、今回はなんと試したかったこのレンズ。これちょっとすいません、カメラついてますけど、キャノンの70から200ミリのズームレンズ F2.8IS 付き。このレンズとこのレンズ、F 値とズームの距離は同じです。対決をしてみました。まあとりあえずまず見てください。どうぞ。なあ、どうですか。もう開放値 L レンズすげえな。高いだけのことあるよ。これ先輩が持ってるレンズなんですけどね、高いには理由があるそう思っちゃいました。でもね、タムロンだって負けてない。絞り込んだ時のシャープさはなかなかのもんです。開放値ではね、どうしてもこっちの凄さに、こんなに違うの、まあ、って思っちゃったけど、どちらもいいレンズです。今後も使っていきたいと思います。 L レンズちょっと欲しくなっちゃうわ。じゃあまた。